はい、皆さんこんにちは。今回はですね、このガンプラスターターセットね、買ってまいりましたよ。昨日ですかね、ダイレクトメール、ツイッターのダイレクトメールの方にね、この多分このガンダムだと思うんですよ。ガンプラスターターセットっていう説明書みたいなのが見えましたのでね、多分これの素組みの写真をね送っていただきまして、これをかっこよく改造するのを教えてもらえませんかというね、リクエストいただきました。まあダイレクトメールでもいいですしね、動画のコメントでもね書き込んでいただけると、ダイレクトツイッターのダイレクトメールって私ちょっとね反応が遅くなってしまいますのでね、できれば動画の方にコメントの方に書いていただけるとね、反応が早くツイッターよりもねできると思いますので、ぜひツイッターの方に、ね、書き込まないで動画の方に書き込んでいただければねありがたいんですけどもね。まあ動画にどうやってすればいいですかって、まあ、太ももを伸ばしたり胴体伸ばしたり、あと顔をシャープにしたりとかねしたいですという話を書かれてましたんでね、まあそういう風にするかどうかちょっと分かんないですけど、私なりにねこれを一回素組みしてみて、そうですね、こうした方がかっこいいんじゃないかなっていうね、提案を皆さんにさせていただきたいなと思います。はい、ちょうどねこれの多分このザクだと思うんですけどもね、はい、HG のねドアンザクを作っておりますよっていう話をね、やっておりますのでね、このまあこれ多分021のガンダムだと思うんですけどね、これね、これがこれだと思うんですよ。アニメから仕様って書いてますんでね、まあ、ちょっとね、色が明るい感じになってるかなと思いますけど、とりあえず素組みしていってね、どんな感じか見てみようかと思うんですけども、このスターターセット何がいいかと言いますと、まあ、これ説明書ですね、ガンダムの方の説明書と、ザクの方の説明書がねこんな感じで裏表でなってる珍しいね説明書ですね。まあ説明書はまあいいですけどね、こうハウトゥーガイドねついておりますんで、これかなりいいですよってねよく言われましたけど、私実はこれ買うの初めてでね、スターターセットってまあ目打たれてるんでね、一応私プラモ歴だいぶ長いのでね、初心者の方が買えるようにと思って、買うのをちょっと控えてたんですけどもね、今回まあリクエストがありましたのでせっかくなんでね買ってみましょうかということで、基本ガンプラを作るための基本って書いてますね、工具を紹介してくれてます。そして、まあ刃の入れ方というかそのあれですね、切り方などをね説明してくれてるみたいですね。はい、HG、UC のガンダムですよということですね。なんかいろいろね変えてくれてますね。はい、見やすいねカラーで写真で変えてくれてて、すごく見やすい感じがいたしますね。はい、ザク編もありまして、ステップアップガイドということでね、まあ接着して合わせ目消しますよとかね、こう初心者さん向けのやついろいろ買ってくれてるみたいですね。まあ塗装するされる方はねこんななんか接着剤色つけてとかね、プロの方は言ってましたけどね、まあサフェサー塗ったら下地塗るのが全然なってしまいますので、ね、ちょっと難しいかなと思うんで、このハウトゥーガイド初心者さん向けのやつだと思うので、ね、そういうことは書いてないみたいですね。はい、はいはいはい、まあまあここら辺も色を先塗っとけよと、まあガンダムマーカーで塗れますよみたいな書いてますね。墨入れもガンダムマーカーでどうぞと、アンテナをシャープに削り込む、よくねこれ皆さんやってると思うんですよね。こんなのも細かいとこまで、はい、はい、なんか合わせ目、はい、合わせ目消して墨入れして汚し塗装で仕上げて除去テクニックで完成、こんな感じのガンダム出来上がりますよということですね。はい、でガンダムの歴史など、はい、変えてくれてるみたいです。それではね早速素組みしていきたいと思うんですけどもね、作業風景はねもうなんちゃらパチパチ切ってはめるだけなんでね割愛させていただきまして、素組み完成までスキップいたします。はい、素組み完成いたしました。こんな感じでね、セット内容になっ
ておりますね。ザクの方も結構武器がねついてたりするんですけども、まあ定番のね、バズカ、ビームライフル、そして、ビームライフルを握るバズカのですね、右手のね銃を持つって、これがね腰の後ろにつけるこうですね、このパーツが外れるんでね、外してこれをつけるとバズーカを腰にマウントできるというね。でそしてシールドですね、シールドはここにある穴が開いてますんでね、はい、取り付けるという感じになってるみたいです。はい、そして、まあ、一番このキットでね私がバリュー価値が高いんじゃないかと思ってます、このコアファイターですね。このコアファイターのね、形状、コックピット形状ですね、かなりねかっこいいんじゃないかなと思います。はい、ただね2色ですのでかなり下塗りね、サフェーサーなどを拭いてからね色塗らないといけないのかなと。そして、まあ、色分けね、パーツ分けほぼほぼされておりませんので、ここのね、機種部分の後はめ加工などしてね、やれば青と赤はね別パーツでできるんですけど、白がね白グレーなどはいりますので、ね、かなりマスキングにので大変なキットなんではないかなと思います。はい、ちょっとどけらしようかね、ここら辺あのビームサーベルの刃ね、はい、ビームサーベルの刃が2本とね、はい、まあ、今回ねその冒頭の方でね言いました、まあ、かっこよくこれを改造したいんでやり方をね、はい、教えてくださいということでしたんでね、はい、まあまあその方が言ってたのが、もう一度言うと腰を伸ばしたいと、まあ、腰ここはですね短く感じてるんでしょうね、そして太ももを伸ばしたい、そして顔のシャープ化って言ってたんですけどね、顔よりも首なのかなっていう感じがします。首がねちょっと短い感じがしてこう上向いてるね感じになってるんで、シャープに見えないのかなと。一回外してねこう下向き加減にやるとかなりね印象変わってくるんで、ね、ここら辺の解像もね後ほどお見せしようかなと思うんですけどもね、今回は簡単に改造できるね、一箇所だけ、皆さんにお伝えしようかなという感じですね。はい、よいしょ。足、ですね、まあいつもね私の動画も長いこと見ていただいてる方はなんとなく気づいてるんでしょうけどもね、はい、この太ももを延長したいということでね、通常であればねここノコギリとかでね、切断ですね、はい、こういうなんか歯の薄いねノコギリがありますのでね、そういうのでこうギコギコ切ってプラバン挟めば伸びますよと、簡単に伸びるんですけどもね、それよりも簡単な方法ねありますのでご紹介しようかなという感じですね。これこのガンダムでね使った PC パーツです。2つだけ余っております、なぜかね、はい、ちょっと切り出していきましょうか。この頭はまあまあ、 別に意図せずね共通パーツですんでね、まあ余るパーツもあるかなと思うんですけども、これのね、まあ、ここ外してもらうとこれ別パーツにできますのでね、はい、ここにスペーサーね、スペーサーって分かりますか、はい、まあもう少し PC パーツを突っ込めばいいんじゃないのということですね、はい、こんな感じでこれ大体2ミリぐらいに切ってるつもりです。はい、動かさないときましょう、ここね、はあ、難しいんでね。でこれでもう刺してしまえば普通にね、はあ、ちょっと刺すの大変ですけどねこれね、はあ、こんな感じで刺していけばね、はあ、普通にかさ増しができますのでね、ニッパーとかで切らなくてもいいのかなという、ニッパーノコギリとかでね切らなくてもいいのかなと思います。お好みの長さにねなるようにこんな感じで今2ミリやってますけどもね、はあはあ、こんな感じで
上の方も少しねこう下に押さえればここにちょっとだけ隙間できてるんですけどもね、まあ、それも気にならなくなるのではないかなと。まあお手軽改造ですのでね、まあ、こんな感じでやれば太ももも、まあ足の前長も長くなってね、イメージがだいぶ違うんではないかなと思います。はい、いかがでしょうか。2ミリだとあんまり分かんないかもしれないですけどね。ただ2ミリね、だいたいこれ10何センチだったかな、14、5センチだったかな。まあそれで2ミリ伸びるとかなりね、伸びてるイメージになるんですけど、ね、横から見た時に長いですね。はい、ここの隙間分ね、はい、伸びてます。これが気になるようであれば、先ほど申しました通りね、もう途中で切って、プラ板などね、挟んで、やるといいのではないかなと。そしてなぜ2ミリぐらいでカットしたかと言いますと、このガンダムね、足2ミリ伸ばすのはちょうどいいような気がします。はい、外した方が分かりやすいような気がするので今外したんですけどね。はい、まあ、いかがでしょう。足だけでやるとやはり2ミリ伸びるとね、かなり違うかなと思います。はい、膝下をねここら辺伸ばした方がかっこいいよっていう方もおられるんですけども、それであればこちらの方にスペーサーつけてね、ここ裏板で、まあ、ここ1ミリ何か、まあ、こういうねさっき切ったやつを少し入れましょうかと。1ミリぐらいねカットして、ここにこんな感じでね、あれ、はい、まあちょっとねカットすると角が立つんで入りにくくなっちゃうんですけどね、はい、でもドリルとかね、はい、持たれてる方はね、はい、マジでね、今カッターでね、デザインナイフでパチッと切ったところの穴の内側をねこうちょっとザグルって言うんですけどね、少しだけね角を落としてあげるとか感じでちゃんとできますね。こんな感じで、ここを1ミリここを2ミリ伸ばすとねバランス取れてさらにかっこいいんじゃないかなと思います。はい、いかがでしょうか。ここ1ミリ伸ばすの結構いいと思います。オリジンガンダムとかでもね、ここ1ミリ伸ばしてるんですけどね、かなりイメージが変わってくるんでね、こんな感じですね。まあお手軽に、改造するスペーサー方式でも言いましょうか。はい、な感じでね、やるといいんではないかなと思います。はい、まあ続きでね、言われてた胴体の延長の仕方、これはさすがにね、ここもねポリキャップなんでこうやって引き伸ばせばいいですよっていうとね、さすがにええってなるんでね、少しねちゃんと改造するのをお見せしようかなと思っておりますけどね、あと改造するときにねこの引き伸ばせるんであれば、こんな感じでねどんぐらい伸ばしたらバランス取れるのかなというのを見ながらねやられるといいかもしれないです。はい、まあリクエストがありました腰ね、まあ
腰伸ばす時の方法と首ですね。首、顔のシャープ化よりも首をこう下向きでやった方がいいと思いますね。そして、もう一つね、私が気になっているところはここの肩の張り出しですね。リバイブ版ガンダムとかだとね、ここハの字になってます。ここはねこんな感じになってますけどね、リバイブ版だとこんな感じになってます。ザクの改造とかでもねよくあるんですけどね、上の方を短くしてこうハの字っていうんですけど、ね、こんな感じにするとかっこよく見えると思いますよね。それをすることによって腕も若干上に上がりますし、もちろんね、こんぐらいになるとアニメっぽくないですかね。ここだけこう削れるといいんですけどもねそこら辺もね改造やっていて、このスターターセット、まあ、HG の021番だと思いますけどもね、あのガンダムを私なりに改造する方法をね引き続きやっていきますのでね、お楽しみという感じで、ね、今回リクエストをいただきましてね、スターターセットのガンダムの膝じゃない太ももの伸ばし方と、次回以降にする胴体の伸ばし方、そして顔をシャープに見えるようにどうにかできないかというね、アンサー動画でした。それではこの動画面白いと思われましたらグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターの方よろしければね、サブチャンネルもやっております。そしてメンバーシップもやり始めましたので、ね、動画のこちら側下の方ね、チャンネルメンバーになるというね、なんかワードがあります。そこポチッと押していただくと月額290円から2990円の3パターンでねできますのでね、ぜひご協力いただけたらな。そしてね、もう一つちょっとね iPhone だとできませんよという話なんでね、そこら辺はまた10月30日のね夜9時からライブいたしますので、その時にねもしお困りの方がございましたらね、コメントなどにね、iPhone だとメンバー登録できないんだけどって言っていただけるとね、お胸で下が見えないあたりも一生懸命ガンプラ作りますのあたりがね、詳しく説明してくれると思いますので、ね、よろしくお願いします。それではさよなら。